侍ジャパンはメキシコに9回裏、劇的な逆転サヨナラで勝利しました。勝利を決めたと同時にグラウンドに飛び出し、抱き合い喜びを爆発させていました。しばらくすると全員が一列に並び、応援してくれたスタンドに向け帽子を取って一礼し、手を振って感謝の気持ちを伝えていました。そして今度は三塁側のメキシコチームの方に向きを変え、同じようにお辞儀と手を振ってありがとうを伝えていました。日本ではよく見る光景ですが、外国の人たちにはそれは特別なことのようです。各国から寄せられた意見をご紹介していきます。観客に挨拶する日本チーム、彼らは我々にはもったいない、だから私は日本のスポーツチームが勝つのを見るのが大好きなんだ。私のお気に入りは松山英樹のキャディーがオーガスタでのインニングショットの後に頭を下げたシーン。日本の尊敬の文化は本当に素晴らしい。大谷のホームランボールをみんなに触らせるくらいだからな。翔平は試合が終わった時にメキシコに敬意を示していた。彼は本当に全てを兼ね備えている。この WBC は全てが素晴らしい。この人たちが大好き。多分ベンチも汚れ一つないんだろうな。彼らのファンはおそらく試合後にスタジアムでゴミを拾っているのだろう。ベネズエラ戦ではマイアミにいる日本のファンが自分たちとは関係のない試合の後、ゴミを拾いながら歩いていたよ。そうかな、日本のファンだって他の国のファンと変わらず酒を飲むぞ。韓国のファンと間違えているだろ。彼らのアルコール消費は世界一だ。いや、私は日本で酔っ払いと一緒に飲んだ。良い思い出。日本のファンが自分たちのいるエリアがきれいになるまで持参した袋にゴミを入れるのを見てきた。どこかの球団社長が日本を見て、これが野球のあるべき姿だと気づくことを祈っている。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。